ときは部屋を明るくして画面から離れてみてね。ねえ、知ってる？物にはみんな魂があるんだよ。大切に使っていると見習い神様ココ玉が生まれるの。ココ玉なんて一度も見たことないって？だってココ玉は人間に見られちゃいけない決まりだから。でもよく見るとあそこにもここにも、ほらね、これはココ玉の間に古くから伝わるお話。人間がココ玉と出会うとき、幸せの扉が開いて世界を救うんだって。はるかは本当に桜が好きだな。そこに穴があるだろ。願い事を紙に書いてその穴に入れておくと桜が叶えてくれるんだ。この町に伝わる言い伝えさ。ほら、開けてごらん。ほら、ぴったりだ。お客さん。おかえり、はるか。ただいま。毎日そうやって眺めていて、退屈しないのかい？退屈なんてしないよ。昔のものってかっこいいし、おしゃれだし。このオルゴール、お城みたいです。5年になるね、咲かなくなってから。来た！友達からもらった大事な手紙をなくしてしまいました。桜町を守りたい、出動！はい、受け止まりました。これからもどんどん二人でみんなをハッピーにしちゃおうね。はるか、実はな、桜町を守りたい、やめちゃ
じいじはいなくなっちゃうんだ。そしたらこのお店もなくなっちゃう。ごめんね、さくらさん。そうだよね、決めた。はるかが店を引き継ぐ。うん、それからさくら町守り隊もやる。うん、光ってる。大丈夫、ちゃんとできる。一人でも頑張るんだから。一人で、はぁ、一休み。誰
扉があるのかな。あ、オルゴールが鍵穴。あ、どうなってるの。はるか、開けてみようよ。うん、開けるよ。不思議な鍵は伝説のココタマ契約者だけが持つことができて、
いろんなものを開いてお家に変身させることができるんだ。上がれ。他にもココタマはたくさんいるみたい。どこにいるのかな、何から生まれるのかな。早くみんなに会ってみたいな。見習いココタマ道。先輩ココタマのラキタマたちにココタマの心得を教えてもらえるの。私も知りたい。それじゃあ見習いココタマ道。色鉛筆の神ラキタマだよ。ピアノの神メロリーなの。わたし生まれた。うれしい、楽しい。とっても元気なココタマなの。ねえ君は誰？はじめまして、わたしリボンから生まれた神様リボン。ココタマ1日目の新人ココタマだよ。生まれたばかりなの。よし、じゃあ僕が先輩ココタマとしてリボンにいろいろ教えてあげる。ほんと嬉しい。アドバイスその1、人間には見つかっちゃダメ。人間に見つかると生まれたものに戻らなきゃいけないんだ。せっかく生まれたのに。じゃあ見つからないようにするには。わかった、すんごく早く動けばいいんだ。こうやって人間に見えないくらいの速さで動けば見つからない。大丈夫なの？失敗しちゃった。リボン、人間に見つからないようにするにはね。わかった、隠れるんだ。正解。やった。じゃあ隠れるね。これでいい？違うなの。え、そういう時はこの中に入るんだよ。なるほど、練習してみよう。うん。あ、人間だ。どこどこ、どんな人間？ズコー。あ、人間が来たなの。あー、クイズフッタイなの。卵はこっち、それは卵パンツだよ。人間が来たなの。今度こそ。
練習行くよ。おお、人間だ。大成功なの。やったね、リボン。はい。見習いココタマド。ねえねえ、ラキタマ、今日はどんなことを教えてくれるの？教えてあげるぐ。今のはお腹が泣いた音だぐ。お腹って泣くの？ちゃんとご飯を食べなかったりすると腹ペコリ板になって、遊んだり笑ったりする力が出なくなるんだぐ。そんな、お腹が空くというのは本当に恐ろしいことで悲しいことなんだぐ。そっか、悲しい気持ちだから泣くんだね。なんだか僕のお腹も。どうしよう、どうすればいい？私、泣いてるお腹を笑顔にしてあげたいよ。大丈夫か、僕に任せるか。なんかかっこいい。あなたのお名前は？満腹を愛し、満腹に愛されたフォークの神、モグタンだよ。モグタン張り切ってるな。ということで、お腹を泣かさないように人間からちょこっといただきますの技を伝授するぐ。まずは探索ぐ。ラピタマはあっちをお願いするぐ。うん、リボンは僕の後をついてくるぐ。はい。あれは、これ何？おいしいおやつだぐ。グミって言うんだぐ。うわー、かわいくていい匂い。今日はこれをちょこっともらうぐ。うん、ちょこっとだね。ちょこっと。はーい、セーフ。グー、ちょこっと、ちょこっと。今度もおいしい。いただきますぐ。食べ過ぎちゃったぐ。そんにゃー。でもお腹は笑顔になったよ。見習いココタマド。ラララララ。今日はどんなこと教えてくれるのかな。あなたは誰？コッホン。私は本の神、おしゃきです。リボン、今回は私があなたにココタマ道を教えます。ありがとう。何を教えてくれるの？私がお教えするのはココタマの基本、ココタマ活動についてです。ココタマ活動？人間の役に立つことをするのが私たちココタマの役目ですが、こればかりは口で説明するよりも実際にやってみましょう。やってみる。では参りましょう。これは片方靴下。洗濯かごに入れた時には2つあるのに、洗って畳む時になぜか片方だけなくなってしまう人間界でのあるある出来事のうちの一つです。じゃあこの靴下の持ち主は困っちゃうね。そうならないようにするのが私たちココタマの役目。もう一つの靴下を探しましょう。あうん、見つからないね。一体どこに行ってしまったのでしょう。おーい、もしかして生まれたばかりのココタマ、リボンだっちゃ？うん、そうだよ。俺はテレビの神、ゲラチョだっちゃ。お？何してるの？もちろんココタマ活動だっちゃ。こうやって
って掃除して人間が気持ちよく過ごせるようにしてるんだっちゃ。ここたまの基本、人間の役に立つことをしてるんだね。さすがゲラちゃん、ここたまの鏡です。そんなことあるっちゃ。うわ、もうこんなにゴミを拾ったっちゃ。うわ、片方靴下見て。なんだっちゃ。なんだではありません、それは洗濯済みの靴下なんですよ。ゲゲ、そうだったっちゃ。ごめんだっちゃ。ちゃんと反省してください。でも見つかってよかった。大変だったけど人間の役に立つって楽しい。お待ちなさい。ごめんだっちゃ。家の中にもたくさんのココタマたちがいるんだよ。そうなんだ、会いたい会いたい。ダメだよリボン。なに、一体誰。僕はリンスインシャンプーの神パリーヌ。リボン、あんなに身を乗り出したら人間に見つかっちゃうよ。だってみんなに会いたいんだもん。もっと慎重に行こうよ、じゃないと大変なことになっちゃうよ。大変なことってどんなこと。大変なことっていうのは、大変なことっていうのは、うわ、大変。あれを見て。卵がいっぱい。あのままじゃココタマが人間に見つかっちゃうよ。大丈夫だよリボン、あれは普通の卵だよ。みんなに卵を買ってもらうために卵料理を作って見せてるんだ。え、そうなの。でも、もしあの中にココタマの卵が間違って混ざっちゃってたら、ってことになったらどうしよう。すぐ卵の中を確かめなきゃ。他の卵はココタマかも。どんどん調べなきゃ。キラ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 ッキ
で、フリーフリー、違う違う、こうだよ、フリフリー、こう、こう、こう、なんか違うような気が。そうなの？ねえねえ、なんかそれ、お尻文字クイズやってるみたいだね。お尻文字クイズ？お尻で文字を書いて、それが何か当てる遊びだよ。
今から私はるかちゃんなの。はるかはね、私が生まれたリボンをすっごく綺麗にしてくれるの。じゃあリボンを綺麗にするなの。くすぐったい。ピカピカにするなの。それからはるかちゃんはどうするなの。鏡を見ながらリボンを頭に上手につけてくれるんだよ。わかったなの。リボンを頭につけるなの。隠れているの。
て待ってるよ。ココンポイポイココタマ、コンコンパが見つかるよ。大事にしたものからね、コンコンパが遊ぼうよ。みんな一緒にバンツーし、楽しい嬉しい時はきっと一緒にやっていこう。まずはパーで頭をポンポン、人差し指を伸ばしてくるくる、腕を回して手で卵を作るよ。次はコンコン叩いてバンザーイ、腕をぐるんと回してウキ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 、リズムよく脇に当てるよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。次はさっきと同じだよ。コンコン叩いてバンザーイ、腕をぐるーんと回して顎に両手を当てたら、すぐに右手を準備してパンツースリーの順番で出してね。隣のお友達と向き合って楽しくハイタッチしよう。足も上げてね。いくよ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。リボンの神様リボン、リボン、枕の神様ピロー、ピロー、トップの神様チャコ、チャコ、フライパンのパントニボン。中指でリボンの形を2回描くよ。手で枕を作ってすや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 、手を丸くして横ににゃん、足も上げてね。反対側も見てにゃん、手をパーにしてリズムよく上げるよ。1回、2回、3回、4回目で上から下にゆっくり下げてね。どこにどこに隠れているの、大きな指輪、メガネ、チョロ、卵に隠れて待ってるよ。人差し指を準備して斜めにポーズ。右、左、今度は探すポーズ。右、左、空に向かって手を大きく広げて、お口に手を当てて名前を呼ぶよ。次は右手を出して指輪を見せるポーズ、メガネのポーズ。腕を回転させながら人差し指を横にピッ、腕を大きく回して卵に隠れるよ。そのまま可愛くお尻をふり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 、パーで頭をポンポン、人差し指を伸ばしてくるくる、腕を回して手で卵を作るよ。
コンコン叩いて、バンザーイ。腕をぐるーんと回して、ウキウキ、ウキウキ。リズムよく脇に当てるよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。次は、コンコン叩いて、バンザーイ。腕をぐるーんと回して、顎に両手を当てたら、すぐに右手を準備して、ワン、ツー、スリーの順番で出してね。楽しい嬉しい時はきっと君のそばで笑ってるよ。魔法の呪文一緒に唱えよう。ポン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 様。最後のパートだよ。腕を縦にふりふり、腰を横にふりふり、楽しく振るよ。まずは右から左に、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。次は左から右に、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。人差し指を伸ばしてくるくる回すよ。もう一つの手もくるくる回して、二つの手がこんにちは、一緒に胸の方に持っていくよ。お口に手を当てて魔法を唱えよう。手を胸の前に持っていって、卵を作ろう。くるっと回って、リズムに合わせてお尻をふり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 。もう一回くるっと回って、決めの卵ポーズ。楽しく踊れたかな？みんな、お友達と一緒にいっぱい踊ってね。バイバーイ。ここだま、アイテム紹介。開けここだまハウスシリーズ。ココタマのドールは手のひらにぴったりの大きさなんだ。伝説のココタマ契約者が手にする不思議な鍵は、真ん中の星がくるくると回転。不思議な鍵はいろいろなものをハウスに変身させることができる特別なアイテムだよ。普通のオルゴールに見えるけど、鍵穴を見つけて不思議な鍵を刺すと、ココタマにぴったりのキャッスルに大変身。ココタマキャッスルにはブランコや滑り台、ベッドもあって、すっごく素敵でしょ。キャッスルにココタマたちを連れてくると、なんとココタマたちがおしゃべり。リボンだよ、一緒に遊ぼう。アニメのようにココンポイポイ、ココタマリボンです。魔法の言葉を唱えてみんなでダンスを踊るよ。ココタマキャッスルと一緒に遊ぶと楽しい仕掛けがいっぱいの家具もあるんだよ。さらにナイトランプに不思議な鍵を刺すと、ココタマたちがお泊まりできるココタマホテルに大変身。ココタマキャッスルとつなげて遊べるよ。集めて楽しい開けココタマハウスシリーズはおもちゃ売り場で好評発売中。今後もアイテムがたくさん登場するよ。楽しみ。アニメでも大活躍する私たちココタマのドールがガシャポンやお菓子売り場にも登場。ココタマキャッスルにココタマたちを連れてくるとオリジナルのおしゃべりが楽しめるんだよ。小物や家具もついてて楽しそう。さらに私たちが大好きなグミもキラキラプニプニで美味しいんだ。見て見て、キラキラのラメプリントのパンツかわいい。暗いところで光るパジャマやかわいいポケット
トティッシュもあるんだよ。ココタマのランチボックスやお箸セット、ブラカップでお弁当の時間がもっと楽しくなるね。自分で塗った絵が飛び出る塗り絵や、ココタマキャッスルの台紙で遊べるシールセットも登場。水ヨーヨーや綿あめ袋の縁日グッズも。お祭りが楽しみだね。オープニングとエンディングテーマの CD も登場するよ。みんなで一緒に歌っちゃおう。レンタル DVD もリリースされるんだって。詳しくはココタマ公式ホームページで発表するよ。お友達、楽しい幼稚園でも私たちのお話が読めるんだよ。お友達11月号には私、リボンのドールが付録になるんだって。イエーイ、すっごい嬉しい。そしてそして、アニメをもっと楽しめる公式アプリがますますパワーアップ。ココタマから電話がかかってきたり、楽しい遊びもいっぱい。みんなもダウンロードしてね。みんな、最後まで見てくれてありがとう。私たちココタマの世界をいっぱい知ってくれてとっても嬉しいよ。わあ、私ね、みんなにお手紙書いたの。 DVD と一緒に入れておいたから、みんなに読んでほしいな。リボン、一生懸命書いてたよね。みんなもお友達にお手紙って書いたことある？お手紙カードを一緒に入れておいたから、お友達に渡してみて。みんなとお友達がもっと仲良くなれるように、私がこのカードに魔法をかけておくね。ココンポイポイ。